服での撮影というのは素の自分を撮られているような気もして少し恥ずかしいです。あ、ダメ、ノートの中は撮らないでください。この制服を着ると事務所のみんなと同級生になった気がします。シアターが学校だったとしたら授業も賑やかになりそうですね。ファンの皆さんの応援は励みになります。このところ毎日が充実しています。人とつながること、それが大切なんですね。人は一人ではない、だからこそ前に進んでいけるのだと思います。仲間となら、どんな困難だって乗り越えられる。そうですよね、プロデューサー。私はこれからも歩み続けます。一緒に歩いてくれますか、プロデューサープロデューサー、勉強の指導はお願いしても？アイドルを選んでください。プロデューサー、あの、歌のレッスンを増やしてもらえないでしょうか？プロデューサー、衣装を着てみたのですがどうですか？サイズは特に問題ありません。体にフィットしていますし、苦しいところもないかと。ただ学校からシアターに来てすぐに衣装合わせで、なんだか不思議な感じはします。制服から制服に着替えただけですから。またこれから学校に行くみたいで。仕事場が学校実際そうかもしれません。この世界で学んだことの方が多いですから。ただ学校での私は学ぶ以前に人との関わりを避けていました。ですから自業自得かと。そうですね。でもいいんです、無理に取り戻したいとは思いません。私にはもうありますから。明日の撮影は午後からでしたね。また学校から直行になると思います。はい、先に着いたら着替えてお待ちしています、私たちの教室で